私はクロエ・バルニエ、自然写真家よ。クロエ、今日はこれくらいにしようか。彼は私の夫、ジャン、同じく自然写真家をしているのよ。そして私たちにとってかけがえのない存在。あ、撮った？一人娘のララ、信じられないかもしれないけど、この子は大自然の中で自由に育っているの。ララ、今日もいい子にしてた？うん、オンバと遊んでた。オンバっていうのはさっきの象、ララの一番の友達よ。私たち夫婦は大自然の中で娘を育てたいと思い、故郷のフランスからアフリカに引っ越したの。ストレスのない自然の中でララを育てたいのよ。うん、そうだな。私たちは素晴らしい写真を撮れるし、生活もなんとかなるだろう。すると、ララはどんな動物にもすぐに仲良くなれる不思議な能力があり、大きな動物でもお構いなしにスキンシップが撮れることが分かったの。猛獣と一緒に寝たり、背中に乗ったりするのは日常茶飯事。ライオンと添い寝してるのを見たときは、さすがに驚いて声を上げちゃったわね。どういうわけか、どんな動物もララには優しく接するのよ。オンバ、もっと早く！ふーん！ゾウもララが乗っていると、落とさないようにゆっくり歩いてあげるの。でも一回だけ肝を冷やしたことがあったわ。それは、獰猛なヒョウと出くわしたとき。でも、この出来事で、私たちはララの凄さを改めて知ることができたの。ある日、ヒョウと遭遇。ヒョウは明らかに敵意むき出しで近づいてくる。逃げても追いつかれる。ララ、息を殺して静かに。ああ、神様、せめてララを助けて。私は絶望しかかった。ところが、あ、ララ！ああ。ララは私の腕をすり抜けて、ヒョウに堂々と向かっていったの。そういうのはやめなさい。なんと、ヒョウの頭を力いっぱい殴ったのよ。その途端、ヒョウは耳を立てて座り込んだ。さあさあ、わかればいいのよ。いい子ね。敵意は消えうせ、ララに撫でられて気持ちよさそうに喉を鳴らしたわ。それからもララは、ただ動物と過ごすだけじゃなく、こら、ジノ、怖い顔したダメ。動物に名前をつけて、ダメなことはダメと叱ったり。ママ、この木の根っこ食べられるんだって。鹿のベジが教えてくれたの。このベリーすっごい美味しいって猿のシンバが言ったの。逆に動物からサバイバル術を教わってくることもあったわ。いえ、本当の話よ。フィクションじゃなくて、ララにとって野生動物は友達であり、家族であり、共同生活を営むクラスメイトだったのかもしれないわね。オンバ、気持ちいい？そんな生活を続けて10年、ついに私たちはフランスに戻ることにしたわ。オンバー、みんな元気でね。ララはのびのびと育ってくれたけど、ずっとここにいるわけにはいかないから、人間社会に適応できなかったら大変。大自然から都会へ、当然ララは戸惑ったわ。大丈夫ララ、わからない？読めない。ゆっくり覚えていきましょう。何しろ文字を見るのもほとんど初めてだったものね。でも若いララは素晴らしいスピードで人間としての暮らしを吸収していったわ。ゾウ、オンバはゾウっていうの？そうよ。オンバは元気かな？時々ホームシックになったりしたけどね。何年か経ち、ララは意外にも読書に夢中になったわ。毎日何冊も何冊も本。いつか自分でも本を出してみたいな。そして大人になったララは、なんと本当に本を執筆してしまったの。ララ、出版おめでとう。ママ、嬉しいわ。本当にありがとう。アフリカでの体験を通じて自分なりの言葉を綴ったその本は、見事ベストセラーになったわ。動物たちと過ごした10年間。あの時、ララを大自然で育てる決心をして本当に良かった。こっち向いて。そんなララだから、こんな素敵な人生を歩むことができたんだと、今なら自信を持って言えるわ。みんな、ずっと友達。本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では、人がバグってしまうような出来事を引き続き研究していきます。興味深いと思ったらチャンネル登録してくださいね。他の動画もぜひ。